Kami sa Jungle Cruise. Ayan. Pasok kami dyan, guys. どんなジャングル探検と強い味方がこれ何かあった時にはきっと。それでは出発。やってきたのは雨の森です。あちらに見えるのはボルフォ町、世界最大級の町。空を飛んでみたいという方、そんな方にはこちらで降りて待っている。時間を空けるのはアフリカゾーン監督がありますね。奥さん、ゾーンの世界でも奥さんの方が幅を利かせているようです。驚いてお父さん一緒に、お父さん、お父さん、あらびっくりした。ご覧ください、このゴリラ命がけでバナナを狙っています。相当中が空いているか、あまり賢くないか。見てください、この雄大なアフリカ大草原、いろんな動物がいますね。おやおや、あちらでは疲れたシマウマさんがライオンたちにマッサージをしてもらっています。ジャングルはあったかいとこですね。おや、あら、それどころじゃなさそう。ジャングルのね、知りませんという意味で、皆さんも明日使ってみてください。多分通じないと思います。さ、美味しそうに見えてるの見えてる、ビーチ安泰ってとこ、ババ人懐っこそうに見えてる。そんなの信じられない。いやいやいや、よく聞いてくださいよ。いや、おめんどくさい。聞こえてくる気がしませんか？ラミーク、サイン、ディスコ、ワイ、ポー。わー、大きな口を開けて隠しますよ。さあ、モノがひっくり返される前にさっとと飛び抜けましょう。あ、太鼓の音聞こえますか？はい、あります。こっち側に座ってる皆さんはゾウさんの真似してください。はい、こっち側に座ってる皆さんはハリネズミの真似でお願いします。わー、やりがい、やりが飛んでくる。皆さん、やりでしょうか？思わずにやりてて、やりやりね、ちょっと無理やりでしたね、失礼いたしました。さあ、これから滝の裏側に入っていきます。ということで、恒例の滝の裏の砂像、滝の水が目に入った時にする動きは、ジャングルの守り神を祀る伝説の神殿かもしれません。でも、ものすごく怪しい雰囲気、なんだかちょっと怖いですね。そうだ、私たちにはこのお守りがあったんだった。何かあった時にはきっとこのお守りが私たちに力を貸してくれるはず。さあ、勇気を出して進みましょう。タネルなのまん、サブリグラデータネルなのまんだ。これは猿の鳴き声、もしかしてジャングルの守りが、1日バナナ10本。あそこにいるのはセールスマン、サムジャングル1の商売上手です。こんなものね。ほら、ありがとうございます。ありがとうございます。いつでも遊びに来てくださいね。さて、最後にジャングルにつきましても、 SNS 準備が整うまではお席でしっかりと座ったままです。